説明や解説が必要。クロミセリカよ。ミレニアム学園。会えて嬉しい。ミソノミカ、ついに登場って感じかな。あ、私と先生の仲だし、アイスブレイクとかはいらないよね。これからよろしくね、先生。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。自警団任務の延長ですね。こんにちは、王のつくよです。一応忍術研究部の部員で、よろしくお願いします。中の物語のように、私たちの物語が始まります。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。本の中の物語のように、私たちの物語が始まります。ご主人様のメイド、アカネです。いえ、今はご主人様のウサギさん、と申し上げるべきでしょうか。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。それで今から何をすればいいの？ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。
さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。説明や解説が必要。救護騎士団団長、青森美音と申します。救護が必要な方はどちらでしょうか？ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ミサナミカ、ついに登場って感じかな。あ、私と先生の仲だし、アイスブレイクとかはいらないよね。これからよろしくね、先生。